アイドルグループ HKT48 の笹原里乃26が15日、東京ドームシティホールで行われたコンサートで、グループからの卒業を発表した。笹原は、ここで報告があります。私、笹原里乃は、HKT48 を卒業しますと泣きながら、報告。会場は、という驚きとどよめきに包まれた。何年も前から決めていて、すでに卒業コンサートの日程も決まっています。4月28日に横浜スタジアムで、福岡の皆さんへの挨拶はアイドルを卒業した後、5月28日に、福岡マリンメッセで、笹原里乃大感謝祭を行いたいと思いますと、発表した。みんなのことが大好きで、それにずっと甘えて、なかなか卒業発表ができなくて、いつも、今日かもしれないと思って、コンサートを進めてきました。でも、このコンサートを、スタッフから教えられた時に、今日言いたいと思って、最後のわがままだと思ってください。すごく考えて、いっぱい考えて出した、結果なので、私の背中を押していただけると嬉しいですと泣きながら挨拶した。最初は冗談だと疑っていたファンからも拍手が上がる中、メンバーは号泣。撤回しろ、という声も飛んだ。何を言っているのかわからないんですけど、平成のギリギリまで元号が変わるまで一生懸命アイドルとして頑張りたいなと思っています。本当に HKT が大好きなので、次の HKT が見てみたいなと思いますと伝えていた。